先生、なんかこのお湯すごいいい香りするんですけど。そうなんですよ。あのティートリーっていう精油が入った足湯になっていまして、癒し効果と温めることによって精神的にもほぐれて、うんうん、筋肉もほぐれて施術の効果を上げていきます。花野先生、はい、お願いします。私の大根足をカモシカに変身させてください。まず足の裏のツボを押していきます。代謝を上げて毒素を体のリンパの中に乗せていきます。やっぱり水分いっぱい取っといた方がより老廃物が出るってことですかね。そうですね、うん、足の裏のリフレクソロジーですとかリンパドレナージュを受けた日はたくさんお茶を飲んで体外に毒素を排出するのを促してください。なんか特色とかあります？私の場合はただ形を変えてむくみを取るだけではなくて、はい、ツボ押しから入っていきますので疲労回復代謝アップっていうところが他のサロンさんとは大きく違うところだと思ってます。体の不調の箇所もツボの押した感覚で分かりますし、アロマのドレナージュが入る場合にはその日の体調に合わせて精油を選んでいきます。足裏を触ってて分かるってことですか？他の方のその日の状態が分かります。ちなみに今、はい、どうですか？私の足裏分かります？なんかこれ胃が疲れてます。あ、そうなんですね。胃が疲れてますか？胃が疲れてます。ここコリコリしてるの分かりますか？すごい、そう、コリコリしてますね。カノさんに聞きたいことがあったんですけど、はい、カノさんみたいにチャーミングに年を取りたい、なんか気をつけてることとかなんかあります？好きなことを何でもチャレンジしてみること、好奇心、食わず嫌いはしない、そういう風にやっているといろんなところからいろんな声がかかってきていろんなところに誘ってもらえるので、面白そうだなと思うところはまず行ってみるっていうことですかね。次はですね、足の裏の老廃物を鼠径のリンパの方まで流していきます。リンパというのは自分で動きませんので、うん、血液って心臓がポンプになってるからぐるぐる回るじゃないですか、うん、でもリンパって自分で動かないですね。リンパ節っていうリンパのゴミ箱的な節があるので、その節に向かって押し上げていきます。あ、先生どうでしょう、私の足は硬い、溜まってますね。だいぶ溜まってます、悪いのが、で、静脈瘤もできかかってるんで、はい、よくマッサージしてあげた方がいいですね。これは筋肉を今ほぐしてます。これ終わると本当に足踏みしたらすごい分かるんですけど、はい、軽くなるんですよ。楽しみ。痛いですか？ここ痛いですね。そこ骨詰まってる。ここにリンパ節っていうゴミ箱があって、はい、このゴミ箱の手前が詰まるんですね。要はゴミ箱が溢れ返ってるってことですね。まずここ空にしてあげて、この老廃物上にここまでこう入れてあげないといけないんで、へー、おー、痛いでしょ。そこ痛いですね、うん、今日一番痛いです。まずここをきれいにしましょう。あ、そこが痛いです。あ、痛いこれ自分でお風呂入った時とか、はい、お風呂上がりに、はい、ここにこう原骨入れて、はい、こうギューッとこう足をこう閉じる、はい、そうするとここがほらほぐれるから、自分で、そうなんですね、うん、できるんですね、セルフケアで。そうそうそう、皆さんやってくださいね。ここを自分でゴリ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 っとほぐしていくと詰まりが取れてきます。この詰まりを取らないと足のむくみが取れてこないので、足の裏とか流してもここの詰まりがあるとここでせき止められちゃうので、ほぐして上に流しましょう。お疲れ様でした。まず片足終了しています。現、はい、段階でどうでしょう、まっちゃん。ここら辺がシューンとしてるの分かります、ね、この辺ね、アキレス腱が明らかに細くキューッと出てるの分かりますか、左右差、うん、出とるわ。
あーちゃん出とるよ。ここがキュッと入ってるでしょ。ちょっとカモスカに近づけて。お、カモスカじゃん。ここのむくみが取れて、アキレス腱が楽？足がすごいポカポカしてます。すごい柔らかいもん、こっち。こっちはまだ、あの、張ってなくて、あの、カチカチでしょ、ね、カチカチ。触られた感じも違いますね。あ、ほんと？うん、すげえ。あの、軽いです、触られた。カチカチ。こっちはもう、ブヨブヨになってます、ね、ここがむくみが取れて、細くなってるわ。ここの、キュッと入ってるのが分かります？こことここの違いだよね、うんうん、ここだよね、だから、ね、ここですね、うん、キュンとなんとここは もったりもったりしてるしてるんだけど、ここがキューンと細くなって、ここがどうなってきてる。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうですか？足軽い。軽い。よかった。すごいすっきりしてますね。足は週何回ぐらい来ればいいですか？集中的にやるんでだったら週3ぐらいで来ていただければ、形が変わったいい状態を維持することがキープができる。でね、まっちゃんはね、気持ちよかった。ありがとうございます。顔がすっきりしてますよね。ですよね、うん、もうだから血行も良くなってるし、うん、結局僕今日気持ちよくてよかったと。お店の紹介は下の詳細の方に載っけてます。はい、ご予約等々はご連絡ください。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。先生、サロン名最後に。はい、はい、エステティックソラです。お待ちしてます。よろしくお願いします。それでは